こんにちは、サラです。本日はね、近代映画74年11月号の何かね、ドラマで初共演っていうね、記事がありまして、ちょうどね、千葉真一、錦良明さんと里見浩太郎さん、中条京さんのね、初共演らしくて、これの記事がありますので、朗読したいと思います。まずね、見出しはね、ドラマで初共演ですとなってまして、二人のね、こう、写真がね、ツーショットがありまして、ね、千葉真一さんと錦良明さん、面白い組み合わせですよね、本当に。全く対照的なね、顔の形もね、片やアイドルでね、片や本格的なね、俳優さんということで。二人ともね、拳銃持ってますけどね、錦良さんの方がね、ちょっとなんか、上の方にね、拳銃構えて、やっぱりかっこいい感じでね、映っております。まあ、千葉さんはね、渋い感じでね、映っておりますね、本当に。で、千葉真一、錦良明、ダ・ゴリラ7となってまして、ひょっとしたらセブンかもわからないんですけど、ちょっと僕ね、このドラマちょっと知らなかったんで、どういうものかわかりませんけど、記事がありますので、ね、朗読いたします。NET が毎週木曜日午後10時から放映しているアクションドラマ、ダ・ボディーガードの後番組として登場するのが、千葉真一主演のダ・ゴリラ7。ゴリラとは、フランスの故、ドゴール大統領を暗殺の手から守るため、自分の体を的にして守った護衛者たちのことで、不死身な男たちのこと、千葉真一、志保美悦子、目黒祐樹、千葉春夫、夏柳功、中丸忠夫さんの6人に、本格的なテレビドラマは、初出演の錦野明さんが加わり、盛り立てる。アクションは大好き、ベテランの人たちに、一つ一つ教わりながら自分なりのアクションをお目にかけますと意欲的な錦野さんとなってまして、なんとね、すごいそうそうたるメンバーでね、千葉真一さんとね、志保美悦子さん、目黒祐樹さんってね、でこれ千葉春夫さんって弟さんとかなんか関係あるのかな、ちょっとわからないですけどね、夏柳功さん、中丸忠夫さんってね、多分おそらくその当時僕ちょっと知らない方もいるんですけど、多分メンバー的にはすごいんでしょうね。本当に。まあコロナが知ってて本当に目黒祐樹さん、千葉真一さん、志保美悦子さん、あとまあね、錦野さんぐらいは確実にも有名なんで、ビッグネームなんでね、知ってますけど。で、この下がね、今度はね、里見浩太郎さんとね、中条清さんがね、こう、着物姿でね、映ってまして、やっぱりね、若いですよね、肌がね、ツヤツヤしててね、綺麗ですよね。それでね、里見浩太郎、中条清、大江戸捜査もとなってまして、最近ドラマに出演して話題を巻いた中条清さん、今度は東京12チャンネルの時代劇、大江戸捜査も、土曜夜9時、10月5日放送分にゲスト出演します。呉服屋の長男だが、父親を殺した犯人を探すため、江戸の町を信頼流しをして歩く清太郎というのが中条さんの役どころ。時代劇は初めてですが、主演の里見浩太郎さんが僕と同じプロダクションなので気が楽でしたよと感想を語っていましたとなってまして、なんとね、応援の捜査もね、これのね、10月5日放送分のドラマにね、ゲスト出演ということで、なんとね、この頃多分歌もね、歌って流行った頃だと思うんで、ね、ドラマにもね、出演したということで、まあね、今でもね、V シネマですかね。今 V シネマってあるんかな、わからないですけど、V シネマでもね、結構役だもんとかね、結構頑張ってやってますよね、中条さんはね。迫力あります、演技もね。で、この信頼流しっていうのは、どうもね、三味線弾きながらこう、流しをするっていう、まあ、歌を歌いながらね、どっかのこの酒場へ入って、三味線弾きながら、まあ、音頭なんでしょうかね、なんか歌って。で、まあ、そんなが、にこう、打ち解き合いながら、まあ、情報を探るっていうね、そういう役なんでしょうね。本当に、いい感じでね、映っております。でも、ちょっと顔が綺麗すぎるかな。なんか、時代劇の方にしたら、なんか、現代風な、今風なね、顔をしてますよね、本当に。ちょっとね。まあ、里見浩太郎さんの方がね、やっぱりね、年上っていうこともあるのかもわからないですけど、ちょっと渋いですよね、本当に。まあ、でもね、同じプロダクションなんで、まあ、先輩後輩の中なんで、気楽にね、多分、されたことだと思います。また次回ね、こういうのあれば、また朗読したいと思いますので、お願いいたします。それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、お願いいたします。